いらねえチョコレートに酸味。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ誰か来てる？誰かというか何かというか、船が一艘やってきました。お、安広島から船が来ました。旅人セシーンくんかな。輸入品アウトドアハット。お、アウトドアハットって初めてかな。そしてアユナ島の輸出品を積み込みましたと。クータロー君バイバイ。ん、走ってきた。ニュー。こんばんは、管理人さん。こんばんは。この島のことは忘れないよ。ありがとう。元気でね。ほい、それじゃあ新しく来た旅人。なんか急激に病んでんだけど。来た途端に病んでるよ。どうしたどうした、ホームシックじゃないの。こんばんは。こんばんは。なんだその喋り方は。あ、あれかな、外国の人風にしとるってことか。いいよいいよ。ねえ、ちょっとなんか片言風にしとるってことかな。鼻高いし。名前もそれっぽいやん。どうぞどうぞ。独特すぎるな。なんかちょっと歌いよるみたいな感じに聞こえるよね。キラキラとなってます。ほう、よろしくです。よろしく。もう動けないよ。お腹が空いたってことかな。何日食べていないんだろう。じゃあちょっとカツ丼でがっつりと。いただきます。どうぞどうぞ。どう？お、帰った。すごく久しぶりの。何日ぶりなんやろうね。一生ご飯が食べられない。一日でも食べれんとか無理なんやけど私ね。え、本当にありがとうです。いえいえ、どういたしまして。お、レベルアップ。親切にしてくれてありがとうです。お父さんとお母さんに教えなきゃ。いえいえいえ。管理人さん、ほいほい、ちょっとお願いがあるんですけど。なになに。じゃこ天を持ってるんだ。お、じゃこ天来た。ゲームコイン4枚と交換って無理ですか。ゲームコイン4枚。いいよいいよ。ありがとう。これでしばらくは予備の心配しなくていいんだ。なんか一個一個の言葉伸ばすけん、めっちゃなんか長く喋りよるよね。特産品チャコ天をもらいました。ありがとう。のんかさんと写真を撮ったよ。お、のんかちゃんと。おー、いいねいいね。この写真、一緒に送ってもいいですか？お、いいよいいよ。ぜひ送ってあげて。いいの。お父さんとお母さん、きっと喜ぶの。あゆな島には、新婚旅行でまた来たいな。新婚旅行、新婚旅行で他の人の島とか行けたら面白いよね。明日の船が早いから、もう寝ようかと思ってるんですが。うんうん。てかみんな一日しかおらんね、島に。まあ、おやすみなさい。そんなに急ぐ旅なんだろうか。レイちゃん入るよ。何考え事？今年は収穫が少ないなとかそういう感じかな。こんばんは。あやと友達になりたいです。お、あやちゃん、いいね、いいね、紹介するよ。どんな話をすれば仲良くなれそうですか？ね。まあ、面白い話かな。アドバイスありがとうございます。いえいえ。ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。
さっきまでの言葉聞きよったけん、もうなんか、話が軽快で軽快で。さあ、友達になれるか。なんか止まって急激に話し出すよね。お、よかったよかった。面白い話をしよる割には特に笑顔もなかったけど。うまくいきました。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。これからも仲良くね。一緒に農作業とかしたらきっとはかどるよ。お、実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。ほい、じゃあ夜市行くよ。行くよ。ぜひぜひ。この店が発祥の日だよ。発祥？いらっしゃい。福袋発祥なん、すげえな。ほい。じゃあ一つ目の中身。取り出す。食べ物、どら焼きが入っていました。ハンバーガーかと思ったよ。二つ目の中身は？お、服、ジーンズのハーフパンツが入っていました。いいね、いいね。三つ目の中身は？お宝、スノードームが入っていました。また来てね。微妙だな。まあ、服はいいかなって感じやけど。そろそろ、喧嘩を収めに行こうかな。ん？もしや、あ、いないのかと思った。ほい、おー、投げ合いしてる。入るよ、二人とも。気づいて、こっちに。もうほら、埴輪とか投げたら割れるから。でしょうね。ご機嫌で投げ合いはしないよ、さすがに。ほらほら、落ち着いて落ち着いて。仲直りして。めっちゃもう足ダン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 って。ほい、それじゃあ、シュークリーム。シュークリームでも食べてお機嫌を直しておくれ。どうぞどうぞ。どう？美味しい？あんまり美味しくなかった。シュークリーム嫌いな人か。私もあんまり好きじゃないけど。じゃあ、リンさんの方に行くべきやね。ってことで、リンさんのお部屋は、この辺じゃなかったかな？あ、ここだ、ここ。ほい、じゃあ、呼び出す。お帰りなさい。リンさん、あれやね。なんか、魔法でココちゃんに攻撃しだしそうやね。そんなおっとりした感じで不機嫌とか言われても。ほら、機嫌を直そう。どれがいいかな。チョコレート。ほい。シンプルに甘くて美味しいやろ。どう？お、すごく美味しかった。よかったよかった。いってらっしゃい。なんか最近さ、よくフルーティーなチョコレートとか売りよるけどさ、ああいうの私あんま好きじゃないな。なんか、よくわからんねえけど、フルーティーって書いとるのって大抵なんか微妙に酸味があったりとかするやん。いらねえ、チョコレートに酸味。お、よかったよかった、仲直りできた。いや、普通にイチゴの果肉とかそういうのが入っとるチョコレートはいいんよ。美味しいけん。お、よかったよかった。これにこれもあげます。なになに、どれどれ。実用品ミシンをもらいました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。おー、大丈夫？めっちゃご機嫌やけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、じゃあ早速何か置いていってくれている。アユナ島の管理人さんへ、止めてくれてありがとう。プレゼントあげるから僕のこと忘れないでね。接心員より。銀貨かな。お、お宝銅貨が入っていました。銅貨、初めてじゃない？ほい、それじゃああやちゃん入るよ。勉強中？ごめんね、邪魔したかもしれない。お久しぶりです。お久しぶり。普通の壁に友達ご紹介したいのですが。おお、いいねいいね。えなっち、いいと思うよ。二人が仲良くなるにはどんな話をすればいいでしょうか。
じゃあ世間話。男女は趣味はちょっと合わんかもしれんけんね。最近のニュースとか、まあ、世間話程度なら大丈夫じゃないかな。お隣さんの誰々さんがとか、このマンション知り合い多いみたいやけん。お、でもハテナになってるぞ。黒影さんの方があんまり理解ができていない感じだ。ハテナ、ハテナ、めっちゃハテナ出とるやん。世間話で分かり合えないってどういうことだよ。まあまだこれからやね。ほい、あったん入るよ。よかった、今回喧嘩じゃなかったね。こんばんは。こんばんは。シーンと友達になりたいです。おー、シーンくん、いいね、いいね。紹介するよ。シーンくんね。どうやろ、礼儀正しく。ありがとうございます。ではちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。あ、でもその格好で礼儀正しく話されたら、二人ともこういう感じか。そうか、二人ともこういう感じか。ならなんか分かり合えるかもしれんね。どうやろ。なんか警備員同士が話しよるみたいな。まあ、シンくんの方多分車掌さんやった気がするけど。マジか。今回二組ともちょっと微妙やったね。おー、マジで？いいやん、いいやん。そういう風に思える友達がおるって素敵よ。ほい、それじゃあ、落とした。学校給食でも。いただきます。どうぞどうぞ。どう？美味しい？あんまり美味しくなかったか。ゆうまくん入るよ。ごめんね、眠いところを。こんばんは。こんばんは。何かでアクセサリーが欲しいです。ヘアアクセサリー？男の子が？何がいいかな。ヘアアクセサリーって言ったよね。あ、でも眼帯とか。どうすか、おしゃれ眼帯でクールに決めよう。ぴったり貼り付いて落ちませんよ。これも一応ヘアアクセサリーのとこに入っとるけん大丈夫ってことかな。どう？こういうのやったら男の子でもいいんじゃない？ほらほら。すごく気に入ったようです。鬼の角でもよかったんやけどね。いろんな島から旅人がやってきますね。ねえ、ほんといろんなとこから来る。旅に出たいな。みんなも旅に出るのかい？ほい、じゃあちょっと、ハンバーガーでも。特製バンズに大量の具材を挟みました。口を大きく開けて食べよう。ほんとでかいよね。どうぞどうぞ。どう？美味しい？お、すごく美味しかったようです。レベルアップ。ほい、それじゃあ、久々に歌いってみようかな。この見た目やけんね、どういうのがいい？ヘビメタとか言ってみよっか。ほい、どうぞ。歌、ヘビメタをプレゼントしました。ヘビメタ誰がおったかな？ちょっと一緒に歌ってもらおう。めっちゃゴロゴロしよったけど。今から歌ってもらうのよ。このグループ、個性的すぎん。なんか全員個性的じゃね？おー、いいね、いいね。個性的ながらも、まあ、ボーカルはまだちょっとあれ、まだちょっといいかなっていうぐらいの。すげえな、かっこいいな。おー、いいね、いいね。女子会が開催されている。低血圧やな。なんか一人だけ、あきちゃんだけサンドイッチや。みんなケーキやのに。食べてます、食べてます。ほら。あんたら食べてるじゃないかっていう目をあきちゃんがしていた。
って何かな。深いよ。疲れてるんじゃない。まあね、疲れてるからそういうことを言い出すのかもしれないけれど。お客さん、うんだれししていない。してくしてく。赤字覚悟なの。ナミちゃん見てあげてよ。赤字覚悟らしいけん、結構いいものが入っているはず。よし。じゃあ一つ目の中身は？おお、服、防体ブラウスが入っていました。いいやん、かわいい。二つ目の中身は？え？食べ物、ニンニクが入っていました。三つ目は、キットインテリア。え？お宝、トーテムポールが入っていました。確かにお金だけはかかってそうな気がするけど。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。お腹空いたって言えるのに、着替えを渡そうとするやつ。ほい、それじゃあ今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。ほい、じゃあマドノンちゃん入るよ。後ろで手を組んで何をしていたの？こんばんは。こんばんは。フラ君と友達になりたいです。お、フラ君、いいねいいね。紹介するよ。話から仲良くなれそうですか？ね。じゃあ、礼儀正しく話す。ありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。ほら、クラ君、いつの間にかハゲヅラじゃなくなっとんよ。あ、同じ緑の髪同士って思いよったけど、クラ君の方が明るいんか。どう？あ、なんか最近微妙やね、友達になるのも。友達になられませんでした。なるほど。まだ、あと一押しぐらいかな。うちは声が大きいので、内緒話が苦手です。まあ、そういう人おるよね。もともと声が大きい人って。ほい、それじゃあ、お腹が空いているだろうから、カツ丼でもどうぞ。ほいほい。まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。いやー、いいね、猫。黒猫かわいいね。不吉とか言われる時もあるけどさ。ほい、シレカちゃん入るよ。なんかさっき雨の中でギター弾いてなかった。超かっこいいやん。2週間ぶりくらいですか？はるなのそっくりさん。お久しぶり。そんなん経つっけ？ちりさんに友達になってほしいと言われたのですが。お、いいねいいね。いいんじゃないの？では、ちょっと話をしてきます。いってらっしゃい。めっちゃウキウキする。あれ何？スタンドライトただの。なんか下の方台でかくない？シュリカちゃんびっくり。あ、手前に本が積み重ねられとったんか。なるほどね。お、友達になれた。うまくいきました。気が合いそうだったので友達になりました。よかったよかった。ね、あの部屋の右端に置いてあるものは何？電気。これにこれもあげます。なになに？実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ夜市見てこう。お客さん、運試ししてみない？運試し。こういう時でキングがおったらいいんかな。めっちゃもう素通りしてたけど。福袋買います。福袋の奥深さ。はい、一つ目の中身は？お宝、方位磁石が入っていました。方位磁石ってさ、なんか小学校の時とかの理科でしか使ったことないんやけど。二つ目の中身は？食べ物、ホットケーキが入っていました。今回新しいもの出てこんかな。三つ目の中身は？お、服、女性の晴れ着が入っていました。いいねいいね。また来てね。突然になりました。お願いします。パン工房岡本。パン屋さんめっちゃオープンするやん。すごいな。チューリップパン、しゃもじパン面白いね。珍しく私も感動しました。
しました。マジで感動したの。もっと早く教えてくれなかったんですか。はい、パン屋さんの前って通るだけですごいいい匂いするよね。お伝えしました。ありがとう。よしはるくん入るよ。何、誰無理無理、ちょっと私のやじ馬根性が。実は彩香のことが好きです。お、告白したいのですが。え、いいやんいいやん、手伝うよ手伝うよ。どんな感じで告白したらいいですか。ね、じゃあちょっと一回偉そうに言ってみようか。告白する場所はどこがいいでしょうか。ね、見たことないよね。音楽堂で偉そうにってどんな感じやろ。着替えた方がいいですかね。しかもこんだけ思い詰めとるのに偉そうにするっていう、このままでいいよ。では勇気を出して告白してきます。失敗したらごめんね。偉そうにっていうのは何、どういう相手に対していいの。あーでもあやかちゃんふざけんなって言いそう。そんなことはないか。まだわからないんですか。要するに好きってことですよ。なんか急に強気になったけど。こちらこそよろしくお願いします。いいんや。いいんや。なんか今の告白でのオーケーによってちょっとこれからの関係がめっちゃ喜んどるけど。うまくいきました。私はあんなのは絶対嫌だぞ。でも思っとった偉そうとは違うけど。ねえ、あれは偉そうなのかな。ほい、それじゃあ釣り竿でも。ほい、道具、釣り竿をプレゼントしました。これにこれはあげます。なになに。実用品一応役をもらいました。ありがとう。やっぱり友達が少ないより多い方がいいですよね。まあね、そりゃね。親友中村さんなんや。もう今超ウキウキやね、よしはるくん。ほい、それじゃあシューマイでも。いただきます。どうぞどうぞ。どう。お、まあまあ美味しかったようです。よかったよかった。せっかくだから遊びませんか。お、いいね、ノリノリやね。遊びは遊ぶ。ミーモザイククイズ。モザイクがかかっているミーは誰なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。ミー関係は難しいよ。第1問。第1問。で、あ、アキちゃん。答えは、アキでした。これはわかる。モザイククイズ、第2問。第2問。で、これは誰でしょう。あー、ノアくん。答えは、髪色とかいろいろ考慮した上で。モザイククイズ、最終問題。最終問題、停電。これは誰でしょう。あ、うん？あ、ゆきちゃん。答えは、髪色が、でしょう。やったね、超喜んどるやん。私以上に。ありがとう。一つだけあげます。それ選んでください。じゃあね、ちょっと今ノリノリやけん、一番でかいのもらうよ。お宝、木彫りの熊をもらいました。真ん中のあれ何？香水かな？もらったことない気がする。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。マジでどうした？何急に。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ほい、それじゃあ早速マンション見てこう。ほい、それじゃあマンレノくん、なんかめっちゃ怒ってますけども、誰と喧嘩してんだ。入るよ。どうしたどうした。あ、どうもどうもどうも。琴葉と喧嘩しました。琴葉ちゃん、落ち着け。落ち着くんだマンレノくん、仲直りして。ほいほい、それじゃあチョコレートでも。そんな単純じゃないかな。どうどう。おう、チョコが嫌いな人か。なるほどね、甘いものはあまり好きじゃないのかな。お、琴葉ちゃん
入るよ。ねえ、いろんなチョコの新商品が出てウキウキする季節だよ。落ち着いて落ち着いて。ほら、仲直りを。ほい、それじゃあ。ことはちゃん、あ、でも三色団子とかが入ってるけ、甘いものが嫌いっていうわけではないか。じゃあ、ドーナツとか、どうですか？和の方が良かったかな？その下にあるどら焼きとか。まあまあ美味しかった。まあまあか。まあまあじゃダメなんだよ。ほい、それじゃあ落ち着いていただくために、オルゴールで。ちょっと聞いてみてもいいですか？いいよ、いいよ。いいね、いいね。あ、なんかこうやって聞きよったらちゃんと音楽違うんやね。そしてこんな部屋でなんか機械物を扱ったら、凍りついてしまいそうな気がする。いってらっしゃい。さあどうだ？まだなんかめっちゃプリプリしてるけど。あ、この夜景は、夜景は絵なんかな、周りの。扉と一緒に開いたもんね、あれ。マンレード君。もうよかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったよかった。これにこれもあげます。ん、なになに？実用品モビールをもらいました。ありがとう。ほい、あおちゃん入るよ。リカちゃんがなんかすごいテンション高いね。お久しぶり。どこも行ってないよ。私はここにいる。お、いいね、いいね。誰？どうでしょうか。お、いいんじゃない？さっきね、友達になり損ねとったけん。じゃあ世間話で。かもなく不可もなくでしょう。ほいほい。さあどうだ。なんかさ、真ん中の仲介人がすごい動きでかいよね。それぞれと話すときにそれぞれの方にこう一歩踏み出すっていう。あ、盛り上がっとる盛り上がっとる。小夢さん、今回はちゃんとお友達できるよ。よかったね。あー、びっくりした。ダメなんかと思った一瞬。こんだけ盛り上がっといて、いや、やっぱ無理だわーみたいな。お、うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ、友達になってくれました。よかったよかった。お、レベルアップ。自分の友達同士がつながるとね、楽しいよね。より世界が広がる感じ。ほい、それじゃあシャボン玉セットでもどうぞ。この空間でシャボン玉を飛ばしてくれたらなんかちょっと幻想的になりそうなんやけどな。でも多分公園に旅立つんやろうね。実用品胃腸薬をもらいました。ありがとう。ほい、じゃあ朝市へ。おいしい食パンだよ。お、食パン。朝ごはんにはちょうどいいね。発祥の地らしいよ、食パン。おいしい食パンだよ。10個ぐらい買っとこう。最近食パンでも本当に美味しそうなのいっぱいあるけんね。ほい、じゃあミーニュース見てこう。ニュースになりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。今日は毎月恒例の猫の集会。本日は猫の集会、毎月恒例やって。30日の新約にめっちゃ撫でられよりやん。めっちゃ撫でられよりみんな、みんな猫耳。いいね、いいね。先着200匹の方にまた旅が振る舞われるらしいよ。つまりこの島まで今ってことですね。まあね。大変ですね。でもさっきのなんかめっちゃ萌えポイントがいっぱい。猫耳に尻尾ついてたよみんな。ほい、それじゃあ浜辺に誰かいるね。お、マンレノくん。
めっちゃ後ろ姿なんだけど、こっち向いてくれんかな。ただひたすら遠ざかっていく。ん？誰かやってきた。おお、なんかすげえ速さで駆け抜けていったけど、マンレヌ君眺めてる。はい、それじゃあ喫茶店。おお、今回は外から眺めてるパターンじゃないね。ん？これはてっちゃんとモカタンかな。デート中？お顔が見えないよ、お顔が。でも多分その二人やと思う。ただひたすら黙々とコーヒーを飲んでるみたいだったけど。公園はあれかな？お、やっぱり。でも一人かと思ったら一人じゃなかった。いいね、いいね。なんか夜のシャボン玉は幻想的やったけど、昼間のシャボン玉も綺麗よね。かわいい感じ。いいね、いいね。はい、それじゃあティナちゃん入るよ。なになに？パソコンずっとやってたの？なんかちょっと疲れたみたいやけど、休憩した方がいいよ。おはようございます。ブルーライトで目がやられるけん。お腹すいた？ね、それじゃあブロッコリー、栄養たっぷりの緑色野菜。緑黄色野菜って読もうとした。王の部分どこにもないね。どうよどうよ。お、結構美味しかった。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なになに？実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。はい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。大丈夫かい？おならをして震えるというのは一体どういう状況だ？はい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。今回ハートマークはないな。あっこ2つ並んどるとか怪しいね。喧嘩じゃないよね。喧嘩どころかラブラブだわ。なんだ。ほい、じゃあナミちゃん入るよ。ごめんね、超邪魔するけど、せめて傘の下で話しなよ。こんばんは。ゆめかと友達になりたいです。お、ゆめかちゃん、いいねいいね、紹介するよ。どんな感じで話したら仲良くなれそうですか？ゆめかちゃんね、相手を褒める。あ、礼儀正しくでもよかったかな。ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。すげえな、ど真ん中にドーンとダイヤ。さあ、うまくいくか。いつ見てもなんか、どこを見てもガラガラガラだね。模様の主張が激しすぎて。お、うまくいきました。よかったよかった。ありがとうございます。おかげで友達になれました。いえいえ、よかったよ。これにこれをあげます。なになに？実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。ヨガも始めてから、心と体の調子が良くなってきました。おー、いいねいいね。心にも影響するのか。まあ、体の調子が良くなったら、気分的にもいいか。え？いや、ココちゃん大丈夫かい？おならをして震えるというのは一体どういう状況だ？こんばんは。こんばんは。セザキングと一緒に旅行に行きたいです。お、いいねいいね。旅行。キングにはさっきのこと黙っておくね。それじゃあ、旅行券。あ、だいぶ溜まってきとるね。え、いいんですか？いいよいいよ、行っておいでよ。ココとセザキングの旅行 in ペルー。ペルー。キング的にはメキシコって感じがするけど。お、いいねいいね。十二角形の石。あー、ココちゃんが目をつぶってしまった。いいね、ナスカの地上絵。あー、今度はキングが。あ、楽しかった。おかえりー。これ、お土産です。お、なになに？お宝、三宝にゃをもらいました。ありがとう。ほい、なっちゃん入るよ。芝生でそうやって転がり回ったらなんか気持ちよさげよね。こんばんは。
こんばんは。まあ、最近雨の日が続くけん、ちょっと芝生も気持ち悪いかもしれんけど。お、インテリア変える？久々やね。じゃあ、今回のなっちゃんのインテリア、他にないようなのがいいね。何がよろしいかしら。シンプルすぎ。スイーツ、スチームパンク、大理石。何がいいかな。天空スタイル、これは？雲の上に浮かぶ天空の部屋、見渡す限り茜色に染まる空に感動します。じゃあこれをあげるよ。ちょっといきなり、夕焼け空みたいな感じやけど。お、よかったよかった。見てく見てく。でも家具っぽいものそんなになくない？ここのティーセットぐらい？あ、木が生えとる。ベンチ。外って感じやね。お、こんだけか。お、いいや、なんかいつでも夕日が拝める感じ。素晴らしいよ。どう？気に入ってくれた？そうそう。大事にしてね。今まで結構周りにね、花がいっぱい咲き誇って虫が飛び回りよったけんさ、ちょっと寂しくなったかもしれんけど。ほい、中村さん入るよ。今、超ツバ飛んだけど。そういうこと言っちゃいかんね。こんばんは。レイコと友達になりたいです。お、レイコちゃん。いいね、いいね。紹介するよ。どんな話もすれば仲良くなれそうですか？ね、世間話。ありがとうございます。では、ちょっとお話ししてきます。いってらっしゃい。ドアアップ。あのクッキーのやつってなんなんやろ？ぬいぐるみかな？でも結構硬そうな感じが。そして壁に飾られている謎の絵も気になるんやけど。あれ多分チョコレートよね。何が書かれとんやろ。お！なんかあの勢いでさ、あんな近距離で頭ぶつけそうじゃない？うまくいきました。ありがとうございます。いえいえ。おかげで友達になれました。よかったよかった。お礼にこれをあげます。お、なになに？実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。実は、自分が一番綺麗に見える角度を知っています。おー、マジで？でもまあ多分ね、みんな無意識のうちに写真撮るときとか、いつも同じ角度になっとるとか言う人おると思うよ。そういう感じやろ。ほい、それじゃあ、ミシンで。服を作ってもらおうかな、中村さんには。作ってみせましょう。お願いします。カジュアルめな服にするの。カジュアル系か。いいね、いいね。女の子、男の子。今時のカジュアルな服。どう？出来上がり。おしゃれ独り占め、カラフルストール。女の子やね。超かわいいやん。いいね、いいね。これからの季節にぴったりって感じ。うんうんうん、いいと思う。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、何がよろしいかな。猫レンタル券を。ほい。道具、猫レンタル券をプレゼントしました。めっちゃいいね、機嫌がいいね。ほい、それじゃあ、おー、なになに？ニュース速報、びっくりしたんだけど。ニュース速報です。ほいほい。いつの間に通信で。お、輸入品が入荷されました。ミイラセットが全色入荷されました。ミイラセット。お金は別に。うわ、すげえ、なんだなんだ。思ってたのと全然違う。何それ、顔ほぼ見えないじゃん。誰だよ。え？思ってた以上にミイラなんだけど。ほい、それじゃあ女子会にちょっと潜入してみよう。なんかドキドキすることを嫌いかな。ドキドキすること。恋だね、恋。ところで、なんか美味しいもの食べないで。食べてるよ、みんな。贅沢しないとね。焼肉とか、お寿司とか。美味しいらしいよ。そうなんや。最近、プリンも食べすぎて、すごい太っちゃった。どんだけ食べたんだ。ライチちゃんが何気に、おお、びっくりした。ちゃんと聞いてたのね、話は。ライチ、アイドルになる。
え、どうしたの？それを考えてたの？さっきまで。芸能人と会えるね。そこか。まあでもね、実際に芸能人と会いたくて芸能人になる人もまあおるよね。まあでも結果自分が売れたらそれはそれでいいんじゃないかと思うけど、動機は不純でもいいんだ、成功すれば。ほいほい。お、れいこちゃん誕生日おめでとう。お、いいねいいね、にぎやかだ。女の子いっぱい。ハッピーバースデー、ツーユー。ハッピーバースデー、リアレイコ。ハッピーバースデー、ツーユー。おめでとう。れいこちゃん、おめでとう。ありがとう。ちょっと久々の誕生日かな。そんな久々でもないかな。ほいほい。頑張ろう。レイコさんも今日だけの主役ですね。今日だけとか言わない。はしじのミニュース。ライブからお伝えしました。ありがとう。ほい、それじゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。